いらっしゃいませ。手相があなたを幸運に導いてくれますよ。券料は1回20ドルです。じゃあお願いします。黒き炎に心を支配された竜、あなたはその竜を追ってこの香港まで来ましたね。でもあなたは私と会ってしまった。私には見えるんです、あなたと私の運勢が。2つの星の軌跡はこの香港で一つになっています。これは神々が定めたこと、何人も逃れられない運命。私あなたのことが好きになりました。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。ところで亮はチャイナドレスは好き？え？チャイナドレスはやっぱり青に限るわよね。なぜ俺の名前を？神の定めたあなたの名前を私が知っているのがそんなに不思議なことかしら。でもあなたのこの手相、私以外の青いチャイナドレスには注意した方がいいわ。注意？そう、その人は心に大きな傷を持っているのが見えるわ。亮もその大きな傷に取り込まれてしまうかも。取り込まれる。だから青いチャイナドレスに気をつけて。あ、でも私は別だからね。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。すっごい、亮と私の相性ってほんと完璧だわ。え、そうなのか？ええ、もう火の打ちどころがないくらいね。まるで亮はこの香港に私に会いに来てくれたみたい。いつでも私はここにいる。あなたが会いたい時にここにいる。私たちはやっぱり神に祝福されているのよ。いつでも会いに来てね。あなたの無事を祈ってるから。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。亮、あなたまた女難の層が出てるわ。女難？赤、風になびく赤い髪が見える。赤い髪？あなたをつけ回している。大きな赤い機械に乗って。不吉だわ。この人はあなたの行動の大きな枷になる。この人に関わると必ず。亮、赤い髪に気をつけて。よかった、私の髪が赤くなくって。束ねているから風にもなびかないしね。やっぱりあなたと私は神に定められた運命の相手なんだわ。おい、いいわね亮、赤い髪には気をつけるのよ。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。赤い木の下、掃除している少女。赤い木？少女？この少女、亮をずっと見続けている。亮、あなたこの子のことをもしかして。え？あなた私以外に誰か好きな子でもいるの？え？ああ、悪いことは言わない。この子はあなたを不幸にする。私にはわかる。この子はとても孤独な子。元気に見せていても陰りを持つ子。この子の気持ちはあなたにとって重すぎるの。私は違う、あなたの重荷にはならない。ずっと待ってるわ、あなたの使命が終わるまで。気をつけて亮、この子の悲しみに引き込まれないで。あなたの無事を祈ってます。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。ありがとう。